まずは号令1から9です。最初は真横に向いて、上段上げ受け、そして上段突き下段払いになります。ここで注意したいのは、前屈立ちから騎馬立ちになるときにきちんと足が真横に置けるように注意しましょう。あともう一つは号令の1と4の部分で首を早くパッと向けると型としてスピード感が増します。そして次は7から9になりますね。で、騎馬立ちから三鎮立ちですね。三鎮立ちで、はぁはぁはぁ、息吹3回続きます。で、この時に型にですね、やっぱり重みを持たせたいですよね。ここは脇の下に手を持ってくる時に吸って受ける時に吐き切る、そしてこっちも脇の下に持ってくる時に吸って、鼻で吸って受ける時に切ります。この呼吸と体の連動ができるとかなり肩に重みが出ます。はい、次は号令10の部分です。三鎮立ちから、内受けですね。そして、前蹴り、肘打ち、裏剣、下段払い、逆突き、逆下突きですねの部分です。で、ここで注意したいところは、蹴りの時に手を絶対動かさないようにしましょう。ね、この時にこの蹴り、この右手と左手、両手ですね、が蹴る時にこうやって、そして蹴った後は肘打ちですね。この肘打ちは縦剣になります。こうじゃなくて縦ですね、縦剣になります。縦剣で肘打ちで打ってます、ね、そしてそのまま裏剣。この時注意したいのがやはりこっちの手です。この時の一連の動作の時に手がこう無意識に下がったりしないようにきちんとこっちも引きます。そして下段払いですね。こっちは きちんと金的をガードして下突きを打ちます。後半の、号令7から10です。6の時に前屈立ちの下突きですね。ここから人で騎馬立ちになって相手の首をグッと叩きます、はい、この時にこっちの引き手はグーになります、ね、はい、ここからここで一回手を開いて2つとも人にして足払いをしてからドン、ね、こっちの手はグーです。そしてその後こっちの右足を前に出してもろ手突きになります、はい、で、もろ手突きで注意したいのがこの、足が出てる手が下になります。そして大事なことはきちんと毎回引きますね。手を引いて足を出して固めてからきちんと引きます、うん、手だけにならないように、例えばまあこうでならないようにですね、全身使ってグッと、ね、ちょっと大げさにやるとグッと前に出してつく、うん、これを意識してみてください。3回目は前に出て前に出て、3回目は足を引きます。この時にも、同じように腰の高さを変えないで、から 1、2、そして3ですね。ここも1回足固まってからでいいです。固まってから物を手ず1回きちんと引いてからドンと打ちます。そしてここで注意してもらいたいのが号令10で直れです。10で直れ休みになりますので10で直るというのを覚えておいてください。